はい、本日はですね、こちら高級ダウンをずらりとご紹介していきたいなと思います。総額でタイトルにもある通り207万円ということなんですけど、最初のこの1着目からもう30万ということでお話はしていくんですが、多分この動画を見ていただける方って相当リテラシー高いと思うんですよ。ようやく僕もこういう人に喋りたかったっていうところがいっぱいありますので、その辺をお話していこうかなと思います。今回中に入っているダウンのことについてもいろいろ喋っていくので、まあ、こういったモデルとかを見せながら、正直高品質なんはどれなんとか、長く着れんのどれなんとか、着ていって相手に失礼にならないダウンってどれなんとか、そういうところをね見ていきたいなと思いますので、まあブランドネームとかブランドロゴがお好きな人って結構他の動画で多いんですよ。これは今回は多分本質をつくような感じの動画になっていくかなと思いますので、あくまでブランドロゴネームとかっていうところよりも本質のクオリティとか、そういうところをお話しさせていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。ではまずはですね、こちらモンクレールの大定番マヤからいきたいなと思います。これはね、知らん人は少ないかなと思うんですけども、まあ、世界中のダウンジャケットって言ったら、まあ、大体まずモンクレールが上がってくると思うんですけど、まあ国はフランスなんですよね。でそんなことは別にどうでもいいんですけど、モンクレールといえば今回2着出すんですけど、まず1着目っていうのがこれね、マヤのモデル、ナイロン素材でもちょっとテカテカしてる、あえてこの普通のナイロン、こういったナイロン生地に加工をつけることで、こうテカテカした加工をあえてつけてるというのがこのモンクレールのまあ特徴なんですよね。まあそれをすることで何がいいのっていうと、やっぱ汚れがつきにくくなったりとかするところはあるんですけど、多分そんなことよりもデザイン重視だと思うんですよね。だからデザインとしてまあそういう加工をしてると。で多分これを見てくださってる方っておそらくダウンジャケットのこういうモンクレールを1着買うとかじゃなくて何着も買ってるような人らになってくると思うので、ちょっと僕が普段冗談で言ってるノースフェイスのヌプシのセレブバージョンはゴアテックスですよとか言ってるレベルの話じゃなくて、ほんまのセレブの人らも見てくれてると思うので、そういう人らに向けてもねお話はさせていただきたいなと思うんですけども、今回紹介するダウンジャケットバーって10着あるんですけど、そのうちでもトップ3かトップ4に入るぐらいの保温力があるんですよ。でモンクレールというのは結構みんな軽いとか、あと暖かいっていうイメージなんですけど、それがなんでなんかっていうと、この中に入ってる綿の質がいいから暖かいんですね。でこの綿の質っていうのが、これ今見ていただいてるのが水鳥にも2種類があって、ダックとグースがあるんですけど、今回高級ダウンでバッと出てきたら全部いい方なんかなと思うじゃないですか。グースの方が体が大きいんですね。で体が大きいってことは毛も大きい毛になってるので、グースの方がええやん、それはみんなそうやろうと思ったら全然違うでしょ。ダック使ってるやつの方が多いんですよね。むしろグース使ってるのってこっから出てくるのでも 1,2,3 ぐらいかなっていう感じなんで、ブランドロゴとかじゃなくてほんまに質のいいものを探していこうってなってきた時に、このグースを使ってて、なおかつグースを使ってると大きいのでフィルパワーも自然的に高くなります。そうなったら軽く仕上がるよねっていうことで、例えばこういうニットとパッて羽織るだけでもう全然あったかいっていうところがまあ叶えられると。だからちょっとこの動画に関しては、モンクレールがテカテカしててキャッチの兄ちゃんみたいやんみたいな、そういうちょっと低い話じゃなくて、もっと本質的な話をちょっとしておりますので、そうそうたくさん待ってたと、そういうなんかもう余計な人は一回省いて、もう何着かも買うような人らに向けて喋ってくれというお声もあるかなと思いますので、まずこれがマヤですよね。今年から30万円に値上がりしました。そして次がですね、これ僕去年買ったやつなんですけど、まあこれは私物なんですけど、バユダっていうのかな、ちょっと読み方がわからないんですけど、まあこれに関しても、まあ、質とかに関してはまあ一緒なんですよね。モンクレールのズバ抜けてるところってパターンがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。その脇のとこに無駄な余白がなかったり、あと体の身頃に綺麗に沿うように作られてたりっていうのがすごいいいんですけど、まあこれに関しては首元にこれポリエステルとウールが 20% 入ってるんですよ。だからウールが入ってることによってどういうことが起きるかというと、取り扱いが難しいし、ちょっとクリーニングが厄介になってくるっていうところはあるんですけど、まあその辺を気をつけていただきたいと。あとモンクレール結構カラーも多いじゃないですか。でカラーも着るときにこれ気をつけてもらいたいなと思うのがここですよね。特にこれとかって明るめのグリーンじゃないですか。見てください、首のとこめっちゃ汚れてるんですよ。でこれクリーニング出してるんですよ。出したけどすぐつくんですよね。出した時には綺麗になるからいいんですけど、またそれでこれ着てたらここがずっと当たってるじゃないですか。ほんなら顔の皮脂とかがつくんですよ。なのでカラーものはやっぱり汚れてきやすいよねと。で特にこういう首の周りが白いやつって皮脂がついたりとか、まあ、汚れがどうしてもついてくるっていうところはあるので、まあ、クリーニングでカバーはするんですけど、もうこれいたしごっこなんで、もう綺麗になってもまたつくし、綺麗になってもつくし、もう顔から皮脂出えへんとかいうわけわからんような状態にならんと、まあ、皮脂はどうしてもついちゃうと。でこれに関してはですね、ダウンがこの配合の中でも羽と綿の比率があるんですよ。羽毛のとこと羽の部分があって、その比率が 90-10 という比率になってるんですね。 90% が羽毛、 10% が羽、羽が多ければ多いほど突き破ってきよるんで、破れてきたりするよねっていうことで、僕が持ってるところで言うと 90-10 で言うたら700から800フィルパワーの間らへんがおそらく 90-10 の水鳥たちのフィルパワーじゃないかというふうに仮説ができますので、逆にダウンが多くなってくるとこれは 95% がダウンになってくるんですけど、そうなってくるとフィルパワーがおのずと高なるんですよ。要は羽毛が大きいので、羽毛が大きくなってくると羽の割合が減ってくるっていうことで 95% が羽毛になりました。羽の割合がどんどん減ってきます。そしたらより品質が高い。なぜ品質が高いかっていうと、温
暖かくて軽くなるし、羽の突き破りっていうのもなくなってくるから、より高品質で長く持てるダウンジャケットになるよね。ってことは90、10は今回でいうところで言うと上位の方です。他は80、20とかも全然出てきますので、それはノースフェイスレベルなんですよ。値段20万下げましたね。ノースフェイスレベルなんていうところも若干あるんですけど、どことは言いませんけども、そんなんがあったりするということなんで、まあ、僕ももう1着ぐらいねコンクレール買おうかなとは思ってるんですけど、まあ、これが大体25万円ぐらいということで、もうこれ2つ合わせただけでも55万円、庶民の僕からしたらもうヒーヒー言ってます。だけど僕の視聴者さんマジで持ってる人多いから、普通に55万とかでもダウンはするよなっていう人もいてはるじゃないですか。だからそういう人に向けて次がね、これイタリアかな、ドミツアーノタトラスですね。次はタトラスっていうブランドなんですけども、これはねもうまさにイタリアらしいんですよ。もう見てください、パッて羽織った瞬間に何このセレブリティな感じ。これ理由がちょっと何個かあるんです。これ何が理由なんかっていうと、このね実は表地のとこにウールとシルクが入ってるんですよ。ウールだけやったらちょっとどうしてもこのなんか起毛感だけで終わっちゃうんだけど、シルクが入ることによってこのツヤ感が出てくるんですよね。だからちょっと遠くから見てても別にツヤ感なんか分からんねんけども、なんか上品な感じします。でそれでいて他もね、このファスナー見てください。このファスナーがこれですよね、この光沢のあるファスナー。これはですね、おそらく YKK の中でもエクセラっていういいやつを使ってるはずなんですよ。でもこのファスナーの持ち手に関してはオリジナルブランドに変えられてるから、これで見て判断することはできないんですけども、モンクレールとかは普通の YKK なんですよ。だから、YKK の上位モデルではないやけど、このドミツアーノに関してはおそらくこの YKK の中でも上位モデルのエクセラっていうのを使ってるだろうと。でエクセラっていうのがもう自分のダウンジャケットで使ってるんですけど、こういうやつなんですね。普通の YKK のもう一個最上級モデルだから、光り方がちょっと上品なんですよ。めちゃくちゃ磨かれてるから、こう噛んだりとかもしづらいっていうところで、ファスナー界の王様なんですよ。それをさすがイタリアのブランド使ってるよねっていうところで、パッてこれ着るだけでなんでこんな上品なんてなったら、パターンでもちろん細く作ってるっていうのもそうやし、このハンガーにも秘訣あるなと思うのが、ハンガーがわりかしへの字になってるんですよ。わかります？こんなへの字になることあるって、もうちょっとこの緩やかじゃないって感じなんやけども、例えばモンクレールと比べてみてくださいよ。このへの字加減すごくないですか？これへの字っていうので合ってるのかわからんけど、で値段がね、なんと214,500円なんですよ。だからあれちょっと安いな、モンクレールとかより10万ぐらい安いな、安いじゃないですか。ダウンの質どうかなって見たら90、10なんですよ。で90、10でここにダウン入ってました。あ見てみようか、パッて見てみました。ほんならここに見てください、グースダウンって書いてるんですよ。ダックじゃないやんと、これグースやんと、ええやつやんか。そうなんですよ、ええやつなんですけど、さらにもう一個話があって、グースとダックだけで終われたんですけど、じゃなくてそっからグースの中でもカラーがあるんですよ。何色でもいいよって言ったらシルバーが入ってくるんですよね。でシルバーってまあこんな感じのちょっとグレーみたいな色味が入っちゃうんですけど、まあ中に入れば分からへんじゃないですか。やけどそれをホワイトにしてると。でホワイトだけを選ぼうと思うとその分コストかかるんですよ。グレー避けてホワイトだけってなったらコストかかってくるじゃないですか。そういうところまでこだわられてるっていうところが、このやっぱりドミツアーノの、まあ、人気のゆえんというか、まあ、これ大定番のやつなんですけど、こういうまあスラックスっていうんですかね、ニットスラックス、もうそれだけバチッとはまるっていうようなスタイルになってるんかなと思います。だからやっぱ30代以上の大人の人とかやったらもうめちゃくちゃ合わせやすいと思うんですけど、逆に20代とかやったらまだちょっとね難しいところもあるんかなと思うんだけど、40、50、60って年取れば取るほどよりかっこよくなっていくようなダウンジャケットになってるんかなと思うんですが、また最初も言ったみたいにやっぱウールとシルクなんで、どうしてもまあ起毛感が出てきたり、こう毛玉になりやすいとか、そういったところもあるので、まあこれは去年からずっと言ってるんですけど、まあ2着目として使うというか、この1着をずっとこれをガシガシ使うっていうよりかは、ちょっと大事な会食があるとか、そういう時だけこれ着ていくっていうようなスタイルにするっていうのはいいんじゃないかなと思います。もっと言うとこのドミツアーノのナイロンバージョンもあるんですよ。だからまあそういうナイロンバージョン買うっていうのも一つの手にはなってくるんかなと思うんですけど、やっぱウールはね風通したりするとこもあるから、まあちゃんとウール素材、中にダウンで、さらに裏地ってあるから風ビュービュー通ってくることはないんやけども、やっぱナイロンとかの方が、しかもこれだからコーティングされてるからなおさら通らへんし、多少の水とかで弾けよるし、これも水とか濡れたらアウトやから、雨とかあかんので、やっぱりこう2着目として使うというか、何かあった時用に使うぐらいやったら、まあ使いやすいんじゃないかなと思います。で次がですね、大体金持ちは持ってるっていう、このストーンアイランドね。ストーンアイランドのまあダウンは持ってるかどうか知らんけど、まあニットとかパーカーとか大体金持ちの人は持ってるじゃないですか。まあこれに関してはこれ僕買ったのが去年のモデルなんですけど、今年全く同じモデルってストーンアイランド出ないじゃないですか。だから若干多少は違うんですけども、生地とかは同じ、毎年この特徴的なガーメントダイっていう染め方、製品化されてからこう染めることによってこう雰囲気、色合いの雰囲気がだいぶ違うっていう。で最後加工することによってシワ感というか、ナイロンやねんけどもテカってないっていうかね、こういう仕様になってちょっとミリタリー風な雰囲気が出てくる。まあ黒やからあんまり分からんけども、カラーモンとかになったらよりその色の綺麗さっていうのが出てくるんですけど、そこに最も一番コストがかかってるアイテムになってるので、ダウン自体の質としては多分今回紹介する中では一番下か下から2番目ぐらいになってくるんじゃないかなと。まあ理由としてはダウンとフェザーの比率が80-20なんですよ。でこの比率ってフィルパーで言ったら相当低いはずなんですよね。今回これバケモンみたいなの並べてますけども、本来600フィルパーぐらいがまあ普通だよねって
っていう感じに最近なってるんですよ。今ユニクロが750から、ユニクロ750って考えた時にユニクロよりはないんちゃうかなっていうのがダウンとしての質じゃないかなと、ストアアイランドの質じゃないかなと思います。なのでこういう暖かいかどうかっていうところで買うっていうよりかは、このストアアイランドがお好きで、しかもこの染めの染色の感じ、ホームページも僕見たんですけどオレンジとか激渋なんですよ。そういうのを欲しくて買うっていうのはもうめちゃくちゃ合ってるんですけど、あったかいダウンジャケットをこの高級なダウンから選びたいってなってきた時にはチョイスは外れてきて、どうしてもストアイランドがいい人が買うべきダウンジャケットっていうのがこれなってるんじゃないかなと思います。正直僕はこれは去年買ってレビューしてから一回も着てないんですよ。だからそういうなんて別に特別高校のブランドに思いがあるわけでも僕はないので、まあ、着用してみて、あ、こんな感じなんやってことは、そういう真冬に着るとかじゃなくてこのブランドがお好きな方に向けてのダウンジャケットなんやなっていうところは思いましたんで、まあ、個人的に着ることはなかったよと。今回の中でも結構トップクラス入ってくるっていうのがこれムーレなんですよね。このムーレもトップクラス入ってきて、まあ、値段は確かにモンクレールより高いんですよね。34万円ぐらいするんですけど、これも確かイタリアのブランドで、イタリアらしさっていうのが入ってて、タトラスと何が違うのっていうと、タトラスより高いんやけども、これもともとファッションブランドじゃなくてダウンの工場やったんですよ。ダウンの専門の工場がダウンを作ってたんやけども、わしらでちょっと一回ブランド立ち上げませんかって、名前何する、あーとムーまず、まあ、何しようかな、ムーレムレないかな、ムーレムーレにしようかみたいな感じやったと思います。知らんけど、だから誰がどうやってムーレに決めたか知らんけど、そんな感じで工場さんからスタートということになってるので、もう全てのノウハウがある人が作ってるんですよ。それによってどういういいことが起きてるっていうと、まず外側だけ、僕らで言った表面のところで言ったら、イタリアらしい、さっきも言ったファスナーにこれエクスラ使ってるんですよ。これどう見てもエクスラですわ。この光り方、この輝きの仕方って光の当て方によって変わるんですよね。でこういう高級感が出てくる。で実際問題 YKK のファスナーの 3,4 倍します値段。だからめちゃくちゃ高いんですよ。でそれを随所に、前身頃はダブルジップで、この脇のところ両サイドにももちろん YKK のエクスラで、内側に関してはこれはエクスラ使ってないんですよ。普通の YKK のジップを使ってる。まあここは別に必要ないじゃないですよね。でそれもそれぞれファスナーを変えてるんですよ。前は5号っていう大きさを使って一番こう使いやすい感じで、これは外のところも5号ですね。内側が3号ってちょっとちっちゃめな感じになってて、もっと細かいとこ言ったらこれ縫製屋さんならではやなと思ったら、これパイピングっていうのを挟んでるんですよ。だこれによって生地と生地が挟みにくい、たまにあるじゃないですか、これがなんかキュッて中に入ってこう噛むみたいなのがあるんですけど、それがパイピングによってそういうことになりづらいように設計されてるとか、で他にもポケットに手入れた時の裏地っていうのもちゃんと考えられて、こういうフリー素材っていうのが使われてるんですけど、こんなんもう当たり前じゃないですよ。そんなにいっぱいあるわけじゃなくて、それモンクレールとかは特にない、普通に表地と同じ素材が使われてるし、ドミツァーナフリース使ってますね、片面だけ。手のひらの部分だけ使ってます。手の甲は使ってないけど、あ、手の甲は使ってるけど手のひらだけ使ってない。ストーンアイランドも使ってない。だからこれ当たり前じゃないですよ。みんなポケットのところまで僕らは使うじゃないですか。毎日これ手突っ込むんやけど、なかなかそこまで考えないんですよね、作る側って。だからそれをちゃんと縫製工場屋さんから分かってるよと、いやいやそんなこと言わんでも分かってると、わしらの技術なめだあかんと、今までもう散々作ってきたと、だからわしらが思いっきり作りたいで作りました。じゃあちょっとダウンの質どうなんですか。ダウンの質もですね、非常によろしいでございます。あ、ここになんかダウンのこと書いてますわ、なんとかなんとかダウンみたいなこと書いてるんやけども、これもねグースダウンを採用してて、でそれでいて、まあ、今回今紹介した中で初めてできたんですけど、防水の生地の素材になってて、このモデルのラインっていうのが防水生地を使うんですよね。だから見た目がエレガントで、中の綿の質いい、そしてどんな天候でもいけるっていうのは、完全防水ではないんですよ。だってこう途中のステッチとかがあるから、生地は防水やねんけども、このステッチからはやっぱ水が入るから、ダウンジャケットで完全防水のダウンジャケットっていうともうちょっとなかなかないんですよ。まあノースフェイスとかにはあるんですけども、この系統になるとない。で次それこそ紹介するヘルノとかは一応ゴアテックス使ってるんだけど、これもゴアテックスインフィニウムやから完全防水ではないんですよ。なのでこの手のブランドのダウン買う人がびしょびしょになって街中歩いてるっていうことってあんまり考えられへんから、多少の小雨、まあ、こう走りながら行くぐらいやったら全然そんな濡れたりはしないんですけど、まあ、そういうところまで考慮されてる。まあそれがムーレなんですよね。でムーレの場合これ両サイドに内ポケットがあるよと。でこれは僕自身も素晴らしいなと思ったから、僕のダウンジャケットでも取り入れました。内ポケットって確かに両サイドいるよね。でライトアウターってあんまりポケットに物入れるとボコボコしてくるから変やけど、ダウンってもともとモコモコしてるからあんま入れたところで分からへんじゃないですか。だからこれってね画期的やなと思って、内ポケット2つ作るのってアウターではないけどダウンやったらできるよなっていうところが、さすが工場さんやなっていうのを、まあ、僕去年ね購入させてもらって感じました。で次ヘルノっていうのが、このヘルノっていうブランドね、結構ゴアテックスシリーズ使うんですよ。でそれゴアテックスもインフィニウムって言って2ランクあるんやけど、ゴアテックスの防水、完全に防水ですよっていうやつはこういうステッチはダメなんですよ。こういう穴開いてる状態とか、こんなんて防水のやつ性に降りないんですよね。だからインフィニウムっていうあくまで風に強いっていうモデルが採用されて
て、まあ、これに関しては今年も出てるとかはないんですよ。これは今年出てなくて、去年も出てたんやけど今年出てないと。で今年もでも同じようにゴアテックスインフィニウム系は出てるんですよね。でヘルノのゴアテックスのインフィニウム系ってだいたい10万円台から20万円ぐらいっていう感じになってるんで、個人的にはね、僕ヘルノに対して何の恨みも全くないんですけど、ダウンの質も80-20なんですよ。ダウンが80、フェザー 20%、 おそらくフィルパーっていうと、まあ、600台か行っても700かなって思うので、それやってくると正直700ないフィルパワーでゴアテックスインフィニウム使われたらノースフェイスと変わらないんですよ。ビレイヤーパーカーなんか全く同じで、ゴアテックスインフィニウム使ってダウンの質も600ぐらいとか700切る以下やと思うんですけど、それで80-20のダウン比率なんですよ。ノースフェイスやないかい、それ完全ノースフェイスやないかいってなるんですけど、僕は今このヘルのこれしか持ってないんでわからないんですけど、これを見てる段階では、まあ、ノースフェイスと置き換えれるよねっていう。確かにこういう裏地がちょっと、これも確かイタリアか何かやったか分かりません、確かに合ってたらイタリアですって出てる、間違ってたらピンポンフランスですって出てると思いますけど、まあ、ちょっとイタリアっぽい、ちょっと上品なその裏地のところとかもただただ適当なナイロン生地じゃなくて、こう光沢のあるような生地が使われてるっていうところも、まあ、イタリアっぽいっちゃっぽいんですけど、まあ、こういうブラックのねコーディネートの時にはちょっと映えますけどもね、まあ、そこぐらいかなと。でこの裏地はね、中綿がね破れてきにくい生地を使ってるんですよね。でそれがこうしっかり密度がギュッて編まれてるっていう、この隙間がないんですよ。こういう生地ってこう隙間あるじゃないですか。これがギュッて編まれてることによって羽が突き出てこないようにはなってるっていうのがこの生地ですね。で物理的に表はゴアテックス のメンブレンが張ってるから突き破れることはあんまりない。ただこの隙間とかありますよ、あのステッチからは破れてくることあるけど、この生地のドカーン出てくることは基本的にないっていうことなんですけど、まあ、裏地はあるよねってなったら、この裏地に対しても対策はちゃんとされてるというところがもうヘルノになってくるんじゃないかなと思います。そしてちょっとモンクレールと関連性のあるブランドになってるんですけど、次がこちらですね、ピレネックス。ピレネックスはモンクレールと同じフランスになってるんですけど、実はモンクレールのダウンの 100% をピレネックスが作ってるっていうね。そうなんていう協力工場さんみたいなもんなんですよ。もうここズブズブですわ、完全にズブズブのズブズブで、値段も安いんですよ。10万円とか10万円ちょっとぐらい。それがピレネックスのこのスプートニックモデルっていうモデルと、あとアヌシーっていうこのモデルがあるんですけど、モンクレールよりはちょっとランクが下がるダウンを使ってます。なんでかというと、これはダウンっていう先ほど言ったグースとダックがあったんですけど、これダックを使ってるので、ちょっとちっちゃい綿を使ってる、その分コストを下げてるっていうところがこのピレネックスっていうダウンジャケットになってます。ただダックの中ではいいやつを使ってるので、ダウン比率が90-10なんですよ。でそれで言うと、おそらく800フィルパー、まあ、750とかぐらいはあるんじゃないかな、確か750ぐらいあったと思うんですけど、まあ、それだったらユニクロと変わらないんだよ、ユニクロ750あったやんけってなるんですけど、まあ、ユニクロももちろん数値だけ見たら750あるんですけど、それはどこ産のダックかわからないんですよ。だから中国のダック、台湾のダックっていうのもありえるけど、これに関してはフランスのダックなんですよ。もうフランス国内で飼育されて、フランス国内でのブランドが立ち上げた、フランス国内の協力会社さんにお願いしてる。でも作ってるのはチュニジアなんですけどね。チュニジアなんかい、そこフランスちゃうんかいってなるんだけども、そこチュニジア状態になってるわけなんですよ。っていうのがこのピレネックスになってます。まあ一応こんな感じ、 L サイズね。で次がアヌシーで言うとこんな感じですね。まあこれはファーバー外せるんですけども、まあ大人の男性っていう感じですよね。まあそしてこのモデルを見るとね、大体次に思い浮かぶっていうのが似たようなカナダグースなんですよ。まあカナダグースも似てるよねっていう感じで、まあカナダグースもね、これ僕シャトーっていうモデルなんですけど、これワッペンがね、あの色ついてるじゃないですか。今ブラックレーベルって言ってワッペンも真っ黒なやつが出てるんですけども、そっちの方が若干安いんかな。まあほんまに値段はそんな変わらないんですけど、ちょっとだけ安いっていうような感じで、これシャトーですよね。でこれに関しては唯一今回出てくる中でカナダ国内で作られてるんですよ。だから今までフランスとかイタリアとかチュニジアとか出てきたけども、これ唯一カナダなんですよね。でカナダで生産して、カナダで縫製もして、カナダのブランドが売ってる、だからカナダグースみたいな感じなんですけど、これグースって言ってるけど、これいつもは落語の話のように毎回言ってるけども、カナダグースって言ってるのにも使ってるダウンはダックやねんっていうね、あのなんでダックやねん、グースちゃうんかいっていうのでおなじみカナダグースなんですけども、それで覚えておいてください。カナダグースってダックやないかいのカナダグースでございます。グースちゃうんかいのカナダグースでございます。で確かフィルパーも公表してたと思うんですけど、600台やと思うんですよ。625とかなんかそんな形やと思うので、どっちかって言ったら保温力を高めるっていうよりかは、余計なところから風が入ってこないように首元をあえて高めに設定したり、袖口から風の侵入を防ぐようにリブがちゃんとついてたりとか、あと腰の方から風が入ってこないようにロングモデルが多いっていうところがカナダグースの特徴やと思うんですね。まあ国柄の特徴っていうところあると思うんですけど、ってなってくると僕ら日本人とはちょっと生活スタイルが違うんですよ。北海道の人とかって行けるかもしれないけど、まあ、特に大阪市内、東京都内とかってなってくると、そこまでもう鼻が凍るほど寒い時ってあんまないので、ってなってきたらなかなかこう使う機会がないっていうのが、まあ、正直なところになってくるんかなと思いますし、ダウンの良さを感じたいっていうようなジャケットではないっていうか、こう北極とかでこうどんだけこう風が入らないようにしていくかみたいな感じのところになってくるかなと思います。だから実はフィルパーが高ければ高いほどよりマチ向きなんですよね。フィルパーが低ければ低いほどより頑丈に作れるというか、そう重さ気にせず作れるじゃないですか。でこれでも結構重たいんですよ。生地も、
ヘビーオンスっていうかその厚みのある生地になってるので、その分重たさを別に持たしても問題ない。なんでかって言ったら頑丈に作りたいから備品もいっぱいつけるし、その分重たくなってくるけど、それはそれで頑丈になるよねっていうブランコみたいなもんやから、重くなればなるほど頑丈になるし、軽くなればなるほど、まあ、軽量で頑丈さはないけど着心地は良くなってくるしって、これどっちを取るかなんですけども、そう考えたらカナダグースが625フィルパワー使ってるのってめちゃくちゃ論理的というか正しいんですよね。ここでわざわざ900フィルパワーのダウン使ったってどうせ重なんねんからもったいないやんで、そんなことする人ないやんっていうところがダックでおなじみカナダグースでございます。そして最後っていうのがウールリーチですね。これも昔から出てますよね。もう昔から出てるんやけども、ニューアンクアークティックパーカーみたいな、なんかそんな感じの名前ですわ。しかもこれのいいところはね、もうずっとクラシックなところを変えずに着てるっていう。例えばまあこういうねボタンとかもこうなんかちょっとまあクラシックな感じじゃないですか。まあスーツとかでもなんかありそうな感じで、おそらくこれは貝じゃないと思うんでポリエステルやとは思うんですけど、こういうところのディティールとか、あとはまあ生地感とかもコットン60ナイロン40っていう、まあさっきのカナダグースも実はコットンちょっと使ってるんですけど、コットン20とかかな、でほとんどがポリエステルやったと思うんで、よりこっちの方が風合いが出るような、だからちょっと昔っぽいロング丈のコートみたいな感じになってるんですけど、ここでね中途半端にナイロン100とかにしたら他に山ほどこんなブランドあるから、まあ、そういうところでちゃんと差別化してるんやと思いますけど、さっきのカナダグースが24万7500円で、ウールリッチに関してはこれ13万9700円っていうことになってるんで、まあ、10万円ぐらい安いっていう感じですね。で暖かさはどうなんていうと、このタイプのロング丈ね、基本暖かさは結構あったかいんですよ。どれもさっきも言ったみたいに、いかにこう風が入らないかの方がこれは大事なんで、まあ、例えばこういう首元がチンガードっていうか、こうチンのテープ、顎のところにこうテープがあるんですけど、まあ、これじゃちょっと不安よねっていう人なんかはやっぱりファスナーのタイプの方がいいかなと思いますし、いやもうわし歳やからそんな重なの着てられへんわっていう人なんかはこういうねショート丈というか腰までのサイズでいいかなと思いますので、まあ、そういうところが今回のダウンジャケットの総括になるかなと思います。一番コスパを抑えたいってなる場合はもうピレネックスになってくるかなと思います。10万円ぐらいやし、でまあダック使ってんねんけども、まあクオリティとしてはもうずっとダウンジャケットを使ってる会社さんやから、まあそこはもう大丈夫だよねと。まあ日本でいうところのナンガみたいな、行きますよねってなってくるし、ブランド関係なしで行こうってなった場合はやっぱりムーレとか、このあたりは非常にクオリティが高いっていうのはもう多分見たらわかると思います。確かにこれクオリティ高いなと、来た時のあの不満なとこがないんですよ。全部考えられてるなっていうのが、そのポケットの場所に一つにしても裏地にしても全部考えられてるなっていうところがそうやし、いやちょっと上品に行きたい旧車なんかはこうタトラスですね。これはもうとにかく上品に着れるから、ただメインでずっと使っていますと、もうこの一着のためにお小遣い貯めて25万円払って買いました、もうこればっかり毎日着てるって言ったらもうこの辺毛玉だらけになっていきますので、これちょっと僕もねちょっとしか着てないけど、もう脇のとこちょっと毛玉っぽくなったりもしますので、まあ、この辺なんかはまあ気をつけていただいて、まあ、ここぞっていう時とかこういうのを着ないと会えないような人とかの時にいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そう考えたら一番頑丈で、まあ、ガシガシ着れるって言ったらモンクレールになってくるんですよ。でそれでいてショート丈の一番の大事なところってこのダウンの質なんで、このダウンの質を最大限恩恵受けれて、なおかつわりかし取り扱いも楽、ナイロンばっかりやから取り扱いが楽ってなってきたら、まあ、このモデルはちょっとね例外ですけど、この首のところがややこしい、ウールとかも入ってるからややこしいけども、まあ、こういったタイプとか、あとまあナイロン100、別にテカってなくてもいいからマットなナイロンでもいいんですけど、まあ、そういうのを使う、これのを選ぶことによってもう1着で何役もできるっていうような、まあ、ダウンジャケットになるんかなと思います。まあクローゼットなんかあんま増やしたくないっていう人もいてるから、まあ、そういう人やったら、まあ、こんなんもいいし、もうブランド関係なしって言ったらムーレとかになってくるやろうしっていうところが統括になってくるかなと思います。まあいつもねふざけたことばっかり言ってるんやけども、ここ今見てくれてる人はね結構ふざけたしょうもない話よりもちゃんとした話がいいかなと思いましたんで、まあ、今回はちゃんとした話をねお話しさせてました。だから今聞いてもらった中でも僕個人的にもここブランド値段はするけどクオリティあんま高くないなっていうところもあれば、あここやっぱり値段も相当してるけどやっぱクオリティも高いなっていうところが僕個人的にはあるんですよ。それはまあ皆さんにとってそれがどうなんかっていうのは後は判断していただけたらいいんですけど、実際手に触ったりしたらより分かりやすいと思いますので、まあ、見に行ってもらって、あこんな感じなんやっていうのをね見てもらえればなということで、本日はですね高級ダウンの比較をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。